お疲れ様です。マサンでございます。5月15日は誕生日で誰とも予定が合わなかったので、一人でブラブラする誕生日は Vlog としてお送りしていきます。お誕生日おめでとう。トレーナーもまた一つ大きくなったってことだね。いい感じ。
ほどね、土日誕生日っていうのも珍しくて、何か予定がある感じでもなかったので、だったらもう配信しようと思って、結構前々からね、決めてた、ましたね。僕って前田純さんの大ファンなんですけど、前田純さんのシナリオは変わらないでほしくて、もう、自分がやりたいようにやってくれればいいなと思ってるんですよ。もう野球したいなら野球すればいいし、麻雀したいなら麻雀すればいいし、で、変わった口調のヒロインを出して、で変わった鼻歌を歌って、何かしらの設定があって終盤で消えてしまう、それまでに思い出を作ります、最後の別れの日が来ます、リアさんの挿入が流れます、お決まりの流れあるじゃないですか。あれでいいと思ってて、まあ単純なので僕もで、それでうおーおろおろおろってなるんですよ毎回。分かってるのに展開もこう来るなっていうのも、新しいものもあれば必要なマンネリっていうのもあると思ってて、なんかカウントダウン TV のベボベバージョンみたいな僕数字が出るんだったら本当作りたいですもん、その番組として、番組というかチャンネルとして。声真似とかしますよ、なんか3人のその、ぴょんぴょん飛び跳ねるそのキャラクターの。ダカーポチャート作ってほしい。ダカーポチャート、僕はダカーポ進めるときに言ってるのは、ダカーポ1プラスコミュニケーション、ダカーポ2プラスコミュニケーション、ダカーポ3 X レイテッドの3本を購入して、1をクリアしてる間に、あ、このキャラクターのその後が見たいなと思ったら、そのキャラクターのその後を描いてるファンディスクを都度買えばいいって思ってるタイプですね。特に、ダカーポ2に関しては、結構大事な話がファンディスクに含まれること多いんですよ。2U とかそうです。2U はもう本筋レベルで感動する物語を、その短編集全部いいんですよ。まあ、とりあえずダカーポ1プラスコミュニケーションだけ買うのでいいとは思います。